はい、これもね、ちょっと興味深い話なんで取り上げます。えー、タレントの羽賀健治さん、えー、逮捕ということで、えー、これが今ニュースで非常に取り上げ、広く取り上げられてますね。えー、まあ、ざっくり事件の概要を説明すると、その、えー、羽賀健治さん、こと本名、東間希夫容疑者、63歳ですね、が、えー、と、まあ、過去の詐,詐欺事件で、それで、強制執行で、まあ、差し押さえられる予定だった、その自分が持っていた不動産を嘘の投棄をして、それで差し押さえを逃れたと。 ああいうことでそれで逮捕されたということで、えー、羽賀健二さんと一緒に、えー、暴力団、六、えー、代目山口組行動会の幹部、松山健容疑者69歳と、あとは、えー、その当期に関わ、えー、ったとして、えー、日本司法書士会連合会の副,副会長の、えー、野崎文雄容疑者57歳。えー と。あとは芳賀健二容疑者の元、えー、妻えー、とうとう、えー、7名が逮捕されたと、はい、いうことみたいですね。で、えー、この芳賀健二さんとあのー、まあ、僕の接点というか、まあ接点というかあったことはないんですけども。実はその。 あの、ホストクラブで同じグループで、まあ、働いていまして、えー、ガ賀ンジさんは、えー、iPhone 店ですかね。iPhone 店の方で働いていて、僕はその、えー、同じグループの、その、キャンディというお店で働いてるんですけども、えー、そこでガ賀ンジさんが去年ぐらいかな、去年か一年とぐらいに、えー、まあ、期間限定ですけど、ホストをやっていたことがありました。ちょっと僕は、あの、仕事の都合で行けなかったんですけども、えー、っていう、そういうつながりはあるかなと、というところですかね。まあ、っていう感じで、 まあその羽賀健二さんについては、えーまあ、そのよくね逮捕あのしょっちゅう逮捕される、えー、3, 3回逮捕されてるのかということで P 地名みたいだなみたいな感じでツイッターではいじられてますけれども、まあ、それにその暴力団の会長 とあとは、司法書士、司法書士連合会副会長まで関わったということで、かなりだから、表の世界の人間と裏の世界の人間まで関わった、結構大きな事件ということみたいですね。はい。まあ、という感じで、うん、とりあえず、そうですね、まあ、要するに、まあ、金を奪われたくなかったみたいな、まあ、話みたいですね。 で、まあその、まあ実際、まあお会いしたことはないので、まあんともという、まあ感じですけれども、まあちょっとこれはかなり大きな金額も大きいし、あとはその、ね、暴力団とか、その司法処置、連合会とかも関わってる話なんで、まあこれはかなり大規模な捜査。まあ国としては、もうこの、この辺の関係者を一網打ちに、と捕まえようっていう、まあ強い意志を持ってやった話なのかなというふうに、まあ思います。はい。 うんまあ、ちょっとね僕もまあこんな金額の話とかは全然携わったことがない何とも言えないんですけれどもやっぱりその国を相手にしちゃうとやっぱりそれは負けるよねっていう話であの、まあ、この暴力団であったりとかその司法書士連合会とか、まあ、それはそれでかなりの権力を持ってる人たちだとは思うんですけどもやっぱり国には勝てないよねっていう話でやっぱ国が最強本当に国にはねあの一般人は勝てませんよ一般人とかその会社とかはねか勝てないやっぱ国を相手にしちゃだめだからその強制執行だか国 国からこれお金払いなさいって言われてる話だからそこに歯向かったらやっぱりこうなるよねっていう話で国から何か言われたことに対してはあの絶対従わなきゃいけないんですよ、うん、そうしないとやっぱりその、まあ、こうなってしまうということでだからもうこの払いなさいって言われてたこのお金差し押さえの部分は素直にやっぱ払った方が良かったんじゃないかなと僕はねあの全然だから。 その不動産のあれ,あれの話とかも全然詳しくないんであれですけどやっぱ国に逆らうとこうなるというまあこれも一種の、まあ、見せしめですよねうんっていう話なんで国からまあこうしろって言われたことについてはやっぱり従, <laughs> 従わなきゃいけないまあそれは日本国民だったらねっていう話になるんでまあそれで捕まるのが嫌だったら、まあ、あの海外に逃げたりとかしたらそんなに重くない罪とかだったら捕まらないかもしれないけどでもねもうわからない今の時代はもうガーシーさんも捕まったし、えー、まあ このぐらいの規模だったらこの羽賀健二さんぐらいだったらまあ うーんワンチャン捕まってもおかしくないかなとは思うまあわかんないけど、うん、だけどまあ基本的にはその国から求められたことにし関してはちゃんとやらないと、まあ、こうなってしまいますよってことが非常によくわかる、まあ、事例ですねだからもう個人間の争いとかの話じゃないんでやっぱりその暴力団よりやっぱ国の方が全然強いんでそれはもうやっぱり僕も檻の中に入った人間としてそれは、ね、暴力団の、まあ、組長とおぼしき人が2人ぐらい,いたっていう話もしましたけどそうあの圧倒的に国の方が強いんでうんやっぱり国に逆らってはいけない。 なとといいうことがすすごごくよくよかった話でございま芳賀健二さんはこれ逮捕3回目ということで、まあ、でもどうなるんですかねこれ詐欺罪で金額が結構大きいからまああのあれか服役2回してるのかなそうあの実際懲役も行かれてるみたいなんですけれどももしかしたらまた行ってしまう可能性もあるかなとはまあ思うのででももしね出てこられた時とかにはまあ、同じねグループのホストクラブで働いた あのまあ、繋がりということでね。逮捕経験者対談とかね取らせていただきたいかなと、えー、思ってます。はい、まあそんな感じで、芳賀健二さんの事件について、やっぱり国に逆らうとこうなるということがよくわかる話でした。ということではいえー、国には皆さん逆らないようにしましょう。という話です。